菊花賞2020ステップレース以外は外球絶対です。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、菊花賞2020をチェックしていきたいと思います。それではまずこちらは本日のメニューでございます。一つ目に過去の菊花賞外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の菊花賞でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の菊花賞はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではまず2018年の菊花賞の傾向でございます。1着がフィエルマン、ラジオ日経賞2着からノーザファーム店で外球調整を行いました。そして2着がエタリオ、神戸新聞杯2着から外球調整となっております。3着はユーキャンスマイル、阿賀野川特別1着からノーザンファームしがらくで、こちらも階級調整を行っております。そして次に菊花賞2019年の傾向でございます。1着がワールドプレミア、神戸新聞杯3着から在級調整、2着がサトノルークス、セントライト記念2着から在級調整、3着がベロックス、神戸新聞杯2着から在級調整となっております。2020年狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目、ステップレースから在級のパターンでございます。2018年2着のエタリオ、2019年1着のワールドプレミア、2019年2着のサトノルークス、2019年3着のベロックスがこの条件に該当しております。そして2つ目、別路線はノーザンファーム外球仕上げということで、別路線から向かう馬、ステップレース以外の馬に関してはノーザンファームの外球仕上げが有効かと思われます。2018年1着のフィエルマン、2018年3着のユーキャンスマイル、それぞれ別の路線から向かって外球調整を行っております。この2つのポイントを抑えながら菊花賞を狙ってみてはいかがでしょうか。最終的な外遊馬やデータ該当馬に関しましては、下の概要欄にありますリンクから LINE に登録していただけましたらお送りさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。